こんにちは、AKB48 チームエターテイナ県代表のハルピアンこと麻生太郎です。こんにちは。なんかめっちゃ時間があるので、めっちゃ時間が空きました。なので配信をします。ただちょっといつもとカメラ位置が違うんですよね。やだ、こっちなんだとこうだな。で、あと充電がもしかしたらなくなるかもしれないんで、そうなったらごめんなさいって感じです。はい、あとあんまり大きな声出せないので、なんかこんな声なんですけど、別に元気、風邪ひいてるとかじゃないんですいません。なんか鼻声みたいに聞こえるかもしれないんですけど、今試合してんの？ホークス今日、そっか、日曜日か、この時間なんだ試合。もう勝ってる、よかった。もう昼の配信切り抜かれてます。マジ？みんな耳って持ってないのかな。切り抜かないでって言ったじゃないか。耳って持ってないのかな。なんか1時間ぐらい空いたんで、1時間ぐらい配信したいと思います。なんか全部今単独コンと春コンと全部まとめてこう紙に書き出そうと思ったんですよ。やばい、これ見てたら一曲目バレるんですけど、こうやってこうやってね、こうやって今こうやって紙に書き出してた、書き出そうと思ったんです。でもなんか書き方わかんなすぎてそう、なんかどうやって書こうと思って書くのやめました。そう、やっぱ白い紙に書くってね、いや大変だね。やっぱなんかノートとかに書きたい。そう、セットリストノートとかに書きたい。白い紙に書くのってちょっと大変。そうなんですよね。寒っ、ちょっと待って。電源落ちた。そう、真っ白の紙に書こうと思って。
A4。 これは何も書いてないやつ。これがダメなやつです。これがみんなに見せたら私怒られるやつなので、こうします。これダメなやつ。そう、どうしようかな、どうやって書こうかな。セットリストとかを、やっぱノートだな。まあ待って、打たれたんだけど、なんか今日鹿児島でやってんの？ホークス試合どこ？鹿児島の。犠牲フライ、なるほどね。鹿児島ってどこでやってんだ。鹿児島って出てくる。うん、初めて聞いた。こんにちは。ねえ、どうしよう。でも今書くか。あ、携帯で配信して iPad に書けばいいのかな。そしたらノメモ、むずい。どうやって書いたらいいの？やっぱノート？ノートか。結局どこに書いたらいいんだろう。いや、提出物じゃなくて、あの29、30のセットリストを書き出そうと思ったんですけど、そう、でもさ、真っ白だから線なすぎて絶対書いててこうやってこうなるから、書くのめんどくさいってなっちゃいそう。うん、やめよう。やめちゃった。やめちゃいました。すいません。もうなんか、ね、白い紙だとやっぱね、やっぱ私は雫だ。雫やろ、雫。お、危な。あ、これはいいのか。これは雫の資料だから見せていい。大丈夫。めっちゃ焦った。アンチは振りはもう起こせたんですけど、立ち位置がマジでなんか、ほんと自分のこの私の元々のポジションほとんどゼロばっかだっ
だから 0.75 とか、なんか全然動かなくてよかったんで楽だったんだなって思いました。はい、どれくらい傷つけば強くなれるのでしょう、逆風の力になると知られた、初めから自信なんてなかった、私の未来か。そのダイヤの原石は本当に光るのか、ただの小石なのか、そういう私も分からなくなる。ちちちち、アンチのおかげで自分を知った、見えない背中を手鏡で見るように、アンチのおかげで怒ることなく耳傾けて、明日のために生かしたい、ああ私に、どうやって怖く優しい、チャージ、叩かれても無視されても見返す、その日まで、うん、うちが生まれて、お、意外といけんじゃない、意外と覚えてるぞ、よしよし、好きになっちゃうなんて 1000% ありえないと思ってた展開に裏切られた、インフルエンザみたいにときめいて頭クラクラ、予防注射器かねて思わずドクドク、恋よりも仕事男なんかいらない、一人、あ、違う、宣言して、今更どんなにて一度ぬるる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 る、3番2.8、 好きになっちゃうなんて 2000、 とんでも違う、親友たちの 1.1 番、結婚はしない子供なんかいらない、一人がいい、前置いてきてきたのにこんな場所で突然寝ちゃうなんて 2.5、 どんなことである、保険をかけてない方がいいだろう、時に伏しとけばよかった、いくつなんかじゃなくていいと感じてしまったな、この祭り、トゥ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 ショーショー、トゥ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 、四番テレテレテレ、神様はうるてて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 、ずいぶん久しぶりの気持ち、いいのかもね、ありがたいの、いいのかもね、いただいちゃって、ずっと欲しくならなきゃ、恋恋恋恋。できないから 1.75 分後が彼女いないでしょうね、歌を追かけられたりして、少し疑ってみたけど、いやいやもう足りないわ、でもいいのもの、2番、これは事故だ、どうしようどうしよう、恋愛が知る子のことが起きるなんて注意してでも避けられない、運命がそうでない、今後から先話しないならないけど、なら取り入れましょう、このまま付き合うとか、なかったことにするとか、無理やけうん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 、無理行きじゃダメ、無理行きじゃダメ、歌詞わかんない、なかったことにするするとか、
アクシデントだね。ああララ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 。これは事故なんだ。なんか曇ってる。めっちゃ曇ってる。まあいいや。2倍速で見てる。2倍速で頭の中で入ってます。ギャローさん結婚してありがとう。もう1回できればそれでいいんですよ私。この違う、なんていうの、1回公演でできればもうだから詰め込みです。詰め込んで終わったらすぐ忘れてもいいやつだからこれ。うん。そう。だからもう詰め込み作業今。もうこれ12日にさえ出れればそれでいい。マジ赤点回避のテストみたいな感じ。はい。もうこのポジションで出ることは絶対ない。なので、テレ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 。僕たちはあと何回夢を見られる。太陽あと何周回れるのだろう。また巡るその季節は何を伝える。今見える景色だけが全てじゃない。日差しを雲に遮られても空の広さは変わらないんだ。明日も明日を1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92,
ぶわずに落ちる朝は美しい君のルルルキラキラと道を照らしてるショーンスーンスーン真後ろに下がります。でれれれれれその間たち見に鍵があるから役立たちゴムキーボーを待ってる。いつかは振り向くな光は前にある自分のことを信じる諦めない諦めきっと空は晴れてくる君の本当に奥キラキラと道を照らしてる眩しすぎる夢か。シュ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 自分のことを信じる諦めなきゃきっと空晴れてくる君のムードをキラキラと眩しすぎる夢道を照らしてる。僕たちはあと何か夢を見る。何も頭に入ってないこんだけ高速なんか全部 0.5、0.4、1.2、1.2、0.6、0.6、0.8、0.6、0.5、1.2、0.20.2 と0ってビビたるさ。でも光と影はマジで立ち位置に立たないとわからない本当に。だからもう頑張って日差しが雲に遮られてもエンドレッドさんハートありがとう。画質がもやってますごめんなさい。心が綺麗じゃなくてすいません。あと KK の時だけ 1.2 分かった。あとは 0.8 と 0.6 だから 0.5、0.4。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,9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 3,84,85,86,87,88,89,90,91,92,
そ
そうなんですよね。アンガラヒーカーリーはそう、もうマジで今明日は雫でしょ、間違えた、ドル明けでしょ、やばい、それもやばい、頑張んなきゃ、やらなきゃ、何時から始めたんだっけ、なんか時間大、まあいいか、時間全然大丈夫、きっと頑張る、とりあえずその点のバスに届かないサビは 0.6 ね。そう、なんか雫とドル明けが逆だったらいいんだけど、そう、でもそう、雫やってドル明けだったらよかったんだけど、ドル明けやって雫だからやばい、0.6 から後ろで 0.6 いい通過は 0.8 いってる、ちゃうちゃうで1.5、0.5、1.2、0.2、0.8、0.3。テスト勉強、もうテスト勉強の方が楽だわだって間違えても別に誰、自分が悪いだけだもん、誰にも迷惑かけない、これはみんなに迷惑かける、だから間違えられない。スーさん、ミラーボール3つありがとう、エンドレッドさん、ミラーボール2つありがとう、ありがとうございます。うん、お金いただいてるしそう、本当にお金いただいちゃってる分、マジ時間もお金もかけていただいてるので、プロとしてやらなければいけない。でりり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 りTee tee 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 tee眠い、どっちから入ってるか分かんないよ。でも確か前ルンバがあっちだった、私間違えてたって言ってた記憶があるんだよね。だから多分こっちだと思うんだけど、また確認しなきゃいけないこと、これ何、アフターレイン、ポンちゃん何をしてるんですかって、ドル明けを覚え、ドル明けじゃないや、雫を覚えてます、でてて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 て
ちえどっちが先なんだっけ、もういつも上がらなくなっちゃうの。後の人か。かわいいだけ。ありがとう。多分ドル分けは明日は私の負担マジ減らしてくださってます、スタッフさん。もう12日のやつもやばいってのも多分知ってるし、やばいっていうか頑張んなきゃいけないってのも知ってるし、そうだからもうマジ明日の雫じゃないドル分けはもう、私はとにかく曲を頑張るだけ。もう MC ももう曲を頑張るだけ、私は頑張ります。あと何日雨は降り続くのだろう、この命の理由を探すしかない。3番びしょ濡れのままで見上げてる君たちは何思う。ツツツツ、雨涙流した後はさっきより笑顔になれるんだ。こんなどこどんな暗い今日もやがて雨雲の中から希望の空、もう限界光刺さずに腐りそう。頑張っていた夢は報われるのか。全身で受けた悲しみ、花たちは何語る。雨に打たれた後はそう誰ももっと強くなれる。吹いてそうな時は風が変わるのを待つんだ、もう少しだけ。てて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 消える笑顔になれるんだ。ここで諦めずに今の自分にできること、風の向きが変われば雨も止んで晴れ渡る、明日が来る。チュルルルルルル、なんかアフターレインはいけそう。立ち位置だけちょっとチェックできればいけそう。まあ、ちゃんと練習するけどね。お、いけそうな曲が増えてきました。嬉しい。ティリリティリリティリティ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 誰かのこと思ってますが、今すぐに会いたくなった。誰かいるっていいね。幸せなこと見つけた時は君に分けてあげたい。ゼロは47の素敵な歌を歌いながら会いに行こう。大好きな車に乗ってワクワクする近くなる。会いたいと思ってるのにここのところご無沙汰でした。目を閉じて顔が浮かぶ大事な人君だ。悲しいことがあった時には話を聞いてほしい。 2.25 がミソだな。 2.25 いけるか。47の素敵なあの街、ただ何を話そうかと考え、あ違うこっちか、踊る方か。何を話そうかと考えながらのんびりと景色を眺めドキドキするのが楽しくて、123テーマ
でで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 、ワンツースリーフォーファイシックスセブンエイトツースリーフォーファイ、47の素敵なあの街へと歌いながら会いに行こう。大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる。47は行きたい街の数ずっと私のこと待ってくれてる。いつの日か全部回って日本全国の友達どっちと笑顔のわてれてて、る1回目間違えた2回目てて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 、よし47もマジで立ち位置だけ。アーターさんハートありがとう。いけそうな気がする。もう3倍速マジでもう3倍速です。虹の列車でもやばい。なんか振りやばかった。テレテテ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 テてててててて、風の駅で待ってる日差し、空を渡る雲の線路、僕は時計を、やば、風の駅で待ってる日差し、空を渡る、あ、一回線路やります。すごい、どっかからどっかからなんかドラ明けの曲聞こえるんだけど大丈夫かな、配信しててやばいかな、バーンされる？されないですよね、聞こえないです。え、やばい？音聞こえてます？やばいですかねえ、やばい？こんにちは。やばいかもしれません。ちょっと音が入ってしまっているので、もしかしたらバンされるかもしれないので、めちゃめちゃもうずっと喋りますね。ちょっとやばいかもしれない。あー、こんにちは。やばいやばいやばい、音が入ってしまっています。ドル明けの曲が、音が入ってしまっています。どうしましょう、助けてください。私はひたすらじゃあ虹の列車をやりたいと思います。いきますね。あの、あれがないんですよ、イヤホンがないので、ちょっと無理かもしれません。どうしましょう。わー、こんにちは。いきます。こっちで流してるわけじゃないからさ、なんかやめてほしいですよね。なんかバンしないでほしいでございますね。テレテテ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 テ深呼吸したんだ。君は欲なと引き止められてるのか、愛を振り切れるか。何番虹の電車が時刻通りに夢に出て7で復活するよ。君と一緒に旅立ちたいんだ。すべてさて下上だ。嘘でしょ。だだすべてすべてやってこい。チャ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 、同じ土地で生きていたら当たり前の
今しか見えず、やばい、ここやばい、当たり前の今しか見えず、ここやばいですね。当たり前の今しか見えず、当たり前の今しか見えず、当たり前の今しか見えず。虹、誰かに聞こう。振りわかんない全然これ、このミッサーと新名、ミッサーと新名だからミッサーに聞くわ。君は未来へ行ってみたくないのか、過去に、つつつつつ、うわ、花道行くんだ、みんなよかったね、花道行きます。あやなんさんに聞こうだって、あやなんさんに聞いてもこれエイトの公演なんでわかんないですよ。はい、今ようやく君が間に合った、こっちか、今ようやく君が間に合った、走り出せば何か始まる、七色の架け橋、何番私、七色の架け橋、いい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 、分かんない、来たらやる、いい橋いいぐらいです。虹の電車が時刻通りに夢に向かって出発するよ、君と一緒に旅立ちたいんだ、すべて捨ててやってこい、チチ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 チ、ちゃいます、もうでもフルーツノート、あとは立ち位置ですね、これは覚えます、よし、フルーツノーだ、あと頑張ろう、てか泥はけも起こさなきゃいけない、マー君さん、ハートありがとうございます。お腹空いてきた？あら、なんでみんなそんな傘の心配してんだろう、私の、めっちゃおもろいけどめっちゃおもろいけどすごい傘の心配される、
私もドラーキやんなきゃやばい、やばい、ドラーキやんなきゃやばい、やばい、やさぐれてる、橋本頑張れ頑張れ。今ドラーキをやるか、フルーツスノーをやるか。でもドラーキはマジで映像を見て、それは絶対いける。だって2週間前に出たんだもん。フルーツスノーの方がやばい。フルーツスノー、雪が空から降ってくる、果実のような結晶をそのまま召し上がれ。ちゃん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 、誰もいない線路脇の子、誰もいない、待って、どっから踊り出すんだ。いない線路脇の公園、二人きりで柵に座り、柵に線路脇の公園、二人きりで柵に座り、空を見てて、小さな子が鳴ってロマンティックな空気、たまたま気持ちは通じる、大好きなあなたとなら、真冬の夜の雪が降っても、またとなら、真冬の夜雪が降っても、いつまでもこうしてたい、バンシュンバナナに嫌い、チェリーオレンジにマスカットグレープフルーツストロベリーメロン、フルーツスノー夜風にふわふわ舞う雪が、果実のように見えてくるデザート、アラカルト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セッ、え、チャー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 、落葉樹の星座の上に積もった二人だけの甘い夜過ぎてゆくよ、ちょっぴり大人になって、あ、ん？ここ何してます？何もいらないもん、もう少し夢見てたい、バナナにキウイ、チェリーオレンジにマスカット、グレープフルーツストロベリーメロン、フルーツスノー雪が空から降ってくる、果実のような結晶がなんだか美味しそう。あと乾燥の振りがやばいですね。はい、てて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 、わああ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 あ、しゃあ、感想とアウトロ、起こさなきゃ、てててててて、てフルーツスノー、あ、今いいぞ。
つでも二人にしか見えないその形つつ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 つワン、ツー、スリー、フォー、ファイ。お、もうあれですよね、皆さんもあれですよね、私はなのであとこのあとこれだけになりました。アフターレインの上下どっちから入るかと、虹の当たり前の今、当たり前の今しか見えずってやつと、フルーツスノーの感想とアウトロ、あとは位置を、あとは全体的な位置を覚えればできるはず。橋本、今ここにドル空きを入れたら頭パンクするかな。だって考えたらやばいですよね。まず4曲入ってて、でユニット2曲でしょ、で中盤3曲でしょ、で今光はと8曲だけで13曲、頭おかしくなっちゃう。でドル明けもあと13曲ぐらいあるでしょ。すご、自分すご、頑張ってる、えらい、褒め褒め褒めまくる。褒めまくり橋本。明日はドル明けです。マー君さん、ハートありがとう。明日のことを優先してやらないんですか。そうですね、明日のこともやらなきゃいけないんですけど、今一番やばいのは雫で、まあ明日のもやるんだけどね、ちゃんと。え、単純に考えてやばい？普通に考えてやばい？ドル明け2番チャラチャ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 ラチャチャ、
しかもこの曲6分あるんですよね。やばい。2.4 に向かいます。私の足音です。え、意外といけてる？やば、私今何も見てない。振り分も音流れてるだけ。え、すごっ。 2.5 でしょ。え、すごくないですか。今立ち位置表ここにない。これ雫の立ち位置表しかない。すごい、違う。顔こんなんだけどね。明日こんな顔でやってたらやばいけどね。やばい、アイドルとして。もうなんか恐竜の徘徊みたいな。あ、やばい。変なこと言ってたら間違えた。え、すごっ。
変なこと言わなければ全部合ってました。これでしょ、すごと覚えてるわ。でもなんかもうさ、どれだけ聞いてたら眠たくなってくる。なんか最近うんてかフリプリ見てたら眠い。フリプリ見ながら寝落ちしてるんです最近。だからもう毎日が眠たい。えらい、頑張る、頑張ります。自分でえらいって言わないと。ダメなんで、ダメなんでとは。もう6時か。20分ぐらいに終わります。みんなの顔見てよ。何の時間？自分で設定しておいて、この時間何？可愛く見せすぎだって。ごめん、なんか。なんでこんななんかふわふわしてんだろう。モザイクっていうか、なんか。あれなのかな。あ、ちょっと治った。
蛍光灯と白の白だからだと思います。無の境地。それね、グラビアポーズ。インスタを投稿しようと思って、今です。キャンちゃんご挨拶を。こんにちは。うん、こんにちは。何の話だ。18期の一人で歌ってた子うまかね。このスマホケースいいですね。ありがとう。100均です。なんか100均のやつ割れた、バキバキになりましたって言ったじゃないですか。あのあと100均で探しに行ったんですよ、全く同じ透明クリアケースを。そう、なんか私クリアケースのところにそのなんだっけあれを挟むのがすごい好きだから、ミフィちゃんのシールを挟むのがすごい好きなので、それをはなんかそれしたいなと思って探しに行ったら、なんか14とか13プロとかはあったんですよ。あと12のミニとかでもなくて、12が普通の12がなくて、そう、それでなかったので仕方なく買った。そう、携帯ケース、ケースつけないのは無理なので。そう、ぴょんちゃん気づい、何の話？待って、な、本当に何？ごめん、コメントマジ、え、何ですか？こんにちは、何の？わかんない。ひがなん様？ひがなんの方ですか？こんにちは、ありがとうございます。すごい、なんか大人がわたわたしてる。ずんちゃん推しの方、こんにちは。
こんばんは。こんばんはか。インスタをね、今投稿しようとして、そうで、嫌なんですよね、このケース。なんか結局私が言ってたこの浮いてくる問題が結局発生してて、そう、辛い。わかります？なんかちょっと色がさ、浮いてるのわかるかな、ここだけ、ここだけ浮いてるんですよね、こことここのこっち側。あ、すごい、めっちゃ事務所。そう、ここが浮いちゃってて完全に。なのでなんか嫌なんですよ、このケース。そう、でも100円だからいいなと思って使ってます。朗報きた。何の朗報？お腹にウサギ、ありがとう。日がなまたできるといいですね。本当にそう、なんかね、せっかく前回なんかやりますみたいななってできなかったからね、やりたい。何か結局1年間何も日がなんとして皆さんの前に立つことないまま終わっちゃう気がするので、そう、バナナにキウイ、チェリー、オレンジにマスカット、グレープフルーツ、ストロベリー、メロン、フルーツ、スノー、ホワ、雪が、12ミニのカーボン超ケース一月前。なんで長時間、1時間って長時間なの配信？それはそうでもないと思うよ。みんなの推しが短いんじゃないかい？雨降らなかったらできたのに、なんかごめん。日がなに屋根作ってもらおう。それのエイトコンと重ならなければしが、なんかごめんなさい。こっちもそれは本望じゃないんですよ、活動休止は。6時間ぐらいなら見たい、長いと思う、やば。6時間は長すぎる。今日はソフトバンクが、そうです、勝ちました、ありがとう。まあ人の長い短いはそれぞれですからね、別に。私も15分とかの配信の時もあるし、昨日この間みたいに金曜ロードショーを見ながら2時間とか3時間、3時間もやってないか、2時間ぐらい平気でやる時もあるし、うん、私の気持ちだったりその時の睡眠だったりにもよるので、日によってって感じです。毎日配信してくれてありがとう。こちらこそ、逆に毎日マジこんな配信見に来てくれてありがとう、私みたいな。
次何載せようかな。チューブエリアの写真載っけたかな。次何載せようかな迷ってる迷ってる。ナウナウ、ちょっとここら辺で久しぶりにカラフル、いやでも下がカラフルだから4月29の夜ライブ当てました。嬉しい、待ってますね。ぜひ4月30日の方もね、昼公演あるのでぜひ待ってます。エイトは花にしようかな。お花にするか、お花にしよう。花と自分。さ、ハワイアンズの服の自撮りはありますか。ちょっと待って、ハワイアンズあれしロケ行ったのいつだっけ。ある、え待って、自撮り、ちょっと待って、うわ自撮りないかも。あるよ、アイス食べた時の自撮りあります。ピアイリーナ MM29 のみ参加です。えやだ、30日の今昼余ってるから来てよ、待ってるね。余ってるって言い方悪いか、30日の昼まだチケットあるんで来てください。そう、スタフラとの写真、可愛かったスタフラ載せよう。これ後でやればよくない、ランキングも、うん、30夜行きます、昼も来て。昼も来るか、お話し会もしまた再販あったら追加するか。どっちか。30日昼夜、30日行きます、30日昼待ってます。そろそろ私も行かなきゃいけないな。昼夜で体力、確かにね、確かに。じゃあお話し会で待ってる。ちょっと最近30は両方くそ、これウサギの T シャツかわいいでしょ。昼夜行くけどお話し会も行きたい、じゃあどっちも来て。30日上下どっちですか。やばいやばいやばい、全然そんな無理よ、上下なんてコンサートで大きすぎて全部行くって。全部行く、どこでも全部全部、上から下まで行くから待ってて。やばいやばい。
それはやばいって。上下どっちはやばい。客席ね、久々に行きたいよね。行けないのかな。今振り入れしていただいた曲の中で行くところはないですね。でもこの後振り入れする、この後今後振り入れする曲の中でもしかしたら行くかもしれない。わからないです、それは。ということで、ちょっと私もそろそろお時間ですって感じなので、みんなありがとう、こんな私ののんびり配信に付き合ってくれて。のんびりできてよかった。みんなとおしゃべりすることがとっても楽しいのでよかったです。ありがとうございます。また多分今日は夜はね、この後ちょっとカツカツでちょっと厳しいんですけど、明日は何時にできるんだろう私配信って感じなんですけど、あ、昼間にできるかもみたいな話してましたよね。昼間に多分できるかもしれません。頑張ります。それではランキング読んで終わりにしますね。ありがとうみんな、まったり。1位エンドレッドアットピョンズさん、2位スーさん、3位エダッシュアットピョンズさん、4位マックミックさん、5位ニャーコさん、6位ギャローさん、7位エレメンツさん、8位赤花のソルティさん、9位マルさん、10位スコットプリグリノさん、11位ともゆきさん、12位マジカのバナナアット、30日某リリット待ち。いや来るのかね、どうでしょう、まあ誰が来るのか私もちゃんとまだ知ってない来るっしょ、来てって言っといて、来ないって言ったら来てって言っといて。13位、私が LINE で言えよ、はい、13位ジョークスノーさん、ありがとうございます。本日のラッキーアート88位はレオーネさんです。ありがとうございます。どうやって言えばいいんですか。私より絶対みんな、私んファンの皆さん、んちょっと待って難しい、やめよう日本語無理、バイバイ。やばい、これ流れててバイバイって言ったらちょっとやばいですよねちょっとね、救急車の音流れててバイバイって言ってほしくないよね、ちょっとね、ごめん、気をつけるわ。ということで最後にランキングを読んで終わりにしたいと思います。この後もやらなきゃいけないことだったり頑張ることだったり、まあ、本当にとにかく12日が終われば一旦落ち着くので、一旦12日まで頑張りたいと。読んだよ、何の話、あれ私ランキング読みますって言いました、読みましたね、すいません、もう一度頑張りたいと思います。ちょっと12日まで、12まで終わったらそうね、抜け殻って感じね、一旦ね頑張るわ。それではキャッチフレーズをして、キャッチフレーズだ言いたかった、キャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットをジャンプで6780人の皆さんにきっと期待をお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本春菜でした。それではありがとうございました。またね、バイバーイ。ありがとう、頑張ります。